喉が渇いちゃった。おいでなさいイケメンたち。誰、木下ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。体育館へゴーゴーゴー。あ、雲の糸が張られてる。ジョロウグモの容器が前よりも強くなってる。このままじゃ、アイムさんが。トーマ頼む。僕に任せて。お、憑依させる？我に力を。おぉ。ゲーム、剣山。かっこいい。剣山、暗黙山。これで入り口が開かれる。はい、来たー。あんなのすごいプチ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 ってちぎれそうやけどね。雲の糸が消えた。よし、行こうみんな。これで中へ入れる。中で何しようんや、閉じこもって。うわー、なんか気持ち悪い。あらあらあら、私に食べられたくって戻ってきちゃったのかしら。危険だって分かってるくせに、ほんといけない人たち。ジョローグもそこまでだ。おい、少々羽目を外しすぎたな。うちの生徒を返してもらおうか。やれるもんならやってごらんなさい。憑依玄武。おお、早速。早速ですか。言われずともそうさせてもらう。お、何？これで坂見くん。このジョローグモ様のしもべをよくも奪ったら。どうした？愚か者め。黙れ無礼者。許さんぞ。この俺をしもべ扱いできるのはこの世に一人、我が姫だけであるぞ。あ、ここで正体が。嘘、坂見くんが酒呑童子。酒呑童子様、申し訳ございません。我が主、お助けするために人間の力を借りました。ふん、構わぬ。思い知るがいい。今の俺はただこの目障りな雲を始末することしか考えられん。自分の状況をよくご覧なさい。そんなボロボロの姿で私が倒せるとでも。覚悟しなさい。状況が分かってないのはそっちでしょ。うん、お前の相手は一人じゃない。俺たち妖怪探偵団も戦うぞ。行くぜみんな。あゆみさんの体返してもらうぜ。万死に値する。貴様のような醜悪なものが姫になりすますなどと、万死に値する。飛んで勘違いしたのはお前だけだな。そんなに死んでかかってきな。私が残さず食べてあげるわよ。あやかしの雲姫、ジョローグモ。姫は姫なんか。食っちまうよ。ジョローグモが現れた。よし、頑張るか。バトルスタート。とりあえず幻獣召喚。何、玄武。大いなる荒波で何もかも飲み込む敵勢に水属性の大ダメージ。幻獣玄武は。おお、水陣。どう、怖い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 、やめてください。めっちゃちょっとしか聞いてないやん。ないわ。シャドウサイド、ちょっと積もう、積もう、ててちょっと積もう、積もう、進撃いくぜ。どう、めっちゃ微妙じゃね。しゃ、サボってる。はい、シャドウサイドからの、へい、ラッカイヌ岩石。パーフェクト。あとは痛い。この位置はちょっと猫また来い。はあ、取れない取れない。あー、みんなダメだな。みんな今のところちょっと何もできない感じだね。あれ、どこ行った。喉が渇いちゃった。おいでなさいイケメンたち。
誰、木下。ジョローグモの餌ってこのイケメンたちなんですか。残念だけど、ゲーム法定譜なんか、こいつらには行かないわよ。ちょ、待って、あ、ドローン来た、ドローン来た。美しい男たちよ、性も根もつい尽くしてあげる。イケメンたちが大ピンチ。吸い込みで対抗、いつものあれ、何いつものあれって。とりあえずちょっとあの、あーそっか、支払いはウサピョンに任せた。吸い込みを利用、美味しかったわ。100歳若返った気分。さすらいだも、へい。あー詰まって、怖い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 。お金はアップしたけど、怖い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 。ちょい、誰も溜まってないな。何これ、どうすればいいの。近づけもしない。あ、必殺ゲージマックス。ちょっと待って、メラメライオンシャドウサイド、メラメラ獅子合計でい。どうすか、これは何なんやろ。これで、あれ、これで狙ったらなんか、あれ、狙えない、狙えないのか。はい、ジバニャン。あ、みんな大丈夫じゃない。灼熱レコダン、違う、間違えた。灼熱レコダン違う気がするこれはあれは攻撃をするべきなのか。とりあえずグレーとか、そして一撃必殺肉球。いや、うわ、めっちゃ遅いんですけど。どうしたどうした、大丈夫か。幻獣召喚、スザク、そういう後半羽ばたかせ、暴風を起こした敵陣に風属性の 大ダメージ。幻獣スザク、スザク召喚。どうなんかな、いい感じなんかな、全く分からんけど全く分からんけど、あ、危ない。よっ、いて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 、おっと、蒸気水筒。必殺ゲージマックスって言われてもな。とりあえずこういうとき、怖い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 、あ、危ない。これは当たったらダメージ受けようかな。あ、受けてる受けてる。ちょ待って、ジバニャンシャドウサイドからの、おった、シャクネコ列弾、でで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 、はい、猫またグレーとかからの、おっと、どこ行った、一撃必殺肉球。へい、どやどやどや、なになになに、何に届けたの、どれ、あ、これ、はい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 、これは一体何を回復しようかが私にはいまいちわからないんだけど、あ、必殺ゲージが溜まりよるってことなんかこれ、あ、ならそういうことね。よっしゃ、これは回復か。ちょ待って、とりあえず玄武でいく、降臨、幻獣玄武、玄武召喚、フォーマ豪水陣なんかな。スザクも玄武も大して変わらんない威力が。なるほどね、あれは必殺技ゲージが溜まりよるってことなんや。木下マイケルリュウト3、あ、ウリボー、ウリボーシャドウサイドからの、ちょっとつもおれつも進撃。はい、当たってなくね。あ、当たってなくね、多分。あー、怖い。待って、トーマ交代。
龍馬憑依召喚。ここで玄武。玄武。玄武。そしてちょ、どこ行った。いた。宝天丹国山。おお、めっちゃ効いたんじゃない今の。ね、これ今のいい感じで効いたんじゃない。はい。猫またグレーとかからの。いやー、ちょっと待って、白クマ、はい、出てきて。白クマグレーとかからの、あー、クマ的勝ち上げ、えい。どうや、ちょっと待って、ジバニャン、ジバニャン、ジバニャンシャドウサイドからの百猫列弾、ててどうよ。そしてウリボーシャドウサイド、ちょっと猛烈猛進撃でいい。待って、トーマ、トーマ、トーマ憑依召喚。スザック憑依、スザック、スザック。よし、ここで、あ、おらん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 、重い、体が重い、非常に重い、助けてー。よし、蒼天十字章、えい。え、おらんくね、全くおらんくね、つら。く、これはどこ行った、元に戻ったし。いやー、この辺からって思ったけど届かねえな。あ、いない。ウリボー。お、ここでシャドウサイド。シャドウサイドからのちょっと猛烈猛進撃。消えた？消えましたね。うわ。特売商品なんだ。怖い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 。あー、ジバニャンが。ちょ、待って、消えた。消えた、来て。みんな変化アタックした。オッケーオッケー。じゃあここがもう一回ちょっと猛烈猛進撃。くっそ。はい、ふみちゃん、みんな変化ヒール。あ、ジョローグが、やったー。最後に回復もして終わった。超みんな切り替えまくった。おお、めっちゃいいやん。さすらい玉ボーナスでかけるに素晴らしい。そっか、お金増えたんよね、さすらい玉で。大丈夫か、あやめちゃんは。あやめさん、しっかりして。あやめさん、あやめさん、ジョローグマは倒したよ。ちくしょう。目を開けてよ、あやめさん。え、マジで。憑依の時間が長すぎたな。もはやあの娘の魂は燃え尽きている。嘘でしょ、そんな。そんな。こんなところで死んじゃダメ。あやめちゃん生きるのよ。お願い。戻ってきて。何の力ですか、それ。夏目、この力は。何何何何。あ、きのりくん、みんな。戻ってきた。あやめさん。私、ここで何を。あやめさん。大丈夫だよ、あやめさん。もうあやめさんを苦しめる奴はいないから。主天道寺様。あの力はまさか。そんなはずは。引き上げるぞ、洞穴。今は我らも傷を癒さねばならん。御意に、主天道寺様。洞穴は意外といいやつだった。あ、すごい、ちゃんと床に反射しとる。これからもあやめちゃんは妖怪探偵団の一人なんかの。それじゃあやめちゃんの回復を祝っておめでとう。ありがとう。みんな助けてくれてありがとう。それと、本当にごめんなさい。
まさかジョログモがずっと私に取り付いていたなんて思わなかった。妖怪見えるのね。いやいや、覚えてない方がいいですって。そうにゃそうにゃ、あやめは何にも悪くないにゃ。でも私これ以上探偵団にいる資格なんてないよ。抜けるの？たとえ私が覚えてなくても悪いことをしたのに変わりはないもの。それにまた何かに取り憑かれてひどいことしちゃうかもしれない。だからあやめさん、また助けるさ。何度だって助けて、俺があやめさんを守ってやるから。探偵団やめるなんて言うなよ。あきのりくん、うん、みんなあきのりと同じ気持ちだよ。これからもみんなで一緒に妖怪探偵団やっていこうよ。ありがとう。私みんな友達で嬉しいな。うん、妖怪探偵団再始動って感じだね。これにて一件落着。おっと、大丈夫？うん、大丈夫じゃなさそうやけど、なんだろうこの感じ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあやめちゃんも妖怪探偵団抜けることなくって感じかな。それがいいよ、仲良く。